こんにちは、プロトです。今回なんですけども、パラディンで迷宮百層のボス連戦に行ってみたいと思います。今回なんですけども、パラディンの両手剣で戦っていくんですが、前回の動画で暗黒騎士の魔剣ラグナロクっていうのをやったんですが、今回はその杖になるですね、聖剣エクスカリバーということで戦っていきたいと思います。さあ、暗黒騎士では敵の HP を削り切るという余ダメージに特化したんですが、この聖剣エクスカリバーは敵のブレイクゲージを削り切るっていうところに特化してあります。まあ、その理由はなんですけども、パラディンの、聖なる牙ですね、このシールドオブキングという効果が敵のブレイクゲージをめちゃくちゃ削るんですよね。なのでブレイクゲージ特化にした両手剣がパラディンとなっております。 HP 削り切るのは暗黒騎士で、パラディンはその逆でブレイクゲージを削り切るというね、形をとっています。まあ、エクスカリバーっていう武器がこのゲームあるんですけども、残念なことに両手剣なんですよね。本当は片手剣でやってほしかった。だけども両手剣にそのラグナロクとかエクスカリバーがあって、どうしようかなって思った時に、やっぱりじゃあラグナロクはちょっと魔剣っぽいから暗黒騎士で使って、でエクスカリバーはできたらナイトで使いたいなと思っていたんですが、ナイトだとちょっと攻撃力があまりにも足りなさすぎて、HP 削りを特化してもブレイクゲージ特化をしてもいまいち削りが弱いので、どうしようかなって思った時に、パラディンならどうだろうということで、パラディンで、エクスカリバーを使おうということにしました。でナイトの方は片手剣と盾で、戦うという形で作っていったんですけども、今回パラディンは両手剣で敵のブレイクゲージをごっそり削るという戦い方になっています。そして今回サポートジョブとして使っているジョブは文句ですね。この文句で貯めるを使って4段階貯めてから攻撃力を上げていきます。そして強化をかけて、でチェーンキャンセルをした時にパラディンになって、でシールドオブキングですね、聖なる牙ですね、これを使ってから敵に攻撃を開始します。毎回そのジョブチェンジをするたんびに聖なる牙の効果切れてしまうので、パラディンに戻った時に一回付け直さないといけないんですが、これをつけないと敵のブレイク削りが全然できなくなるので、これをつけることに敵を一瞬にしてですね、ブレイクを削り切るということができます。で装備に関してなんですけども、装備はもう完全に敵のブレイクを削ることに特化してあります。で力をがっつり上げて削るという形ですね。素早さよりも力をがっつり上げた方が削りやすいということに結論に至ったので、力をがっつり上げて、かつブレイクゲージを削るという形、そして精神を上げて状態異常が入りやすくなっています。さらに幻獣の加護の効果をオーディンにしていて、全属性減衰の状態異常も蓄積していくんですね。ですぐに精神力上げているので、簡単に敵が減衰状態に入ってくれるんですよね。パラディンと相性がいいかなと思います。すぐに敵入ってくれます。後半戦になると少し敵の耐性が上がるんですが、簡単に入ってくれるんですよね。なんか精神力の高さもあるんですけど、聖なる牙自体がすごく減衰状態に落とし入れるのが結構たやすいかなっていう、そこを強化してあげるために状態異常の蓄積量アップと精神を上げています。まあ、そんな感じで敵のブレイクを特化する形にしたことで、エクスカリバーの個性的な能力が発揮されているのかなっていうところですね。まあ、武器としての攻撃力はラグナロクよりも劣るんですが、魔法攻撃力に関してはエクスカリバーの方が高いんですよね。なので敵のブレイクを削るというところに関して言うと、エクスカリバーの方が合ってるんじゃないかと。まあ実際どっちの武器を使っても同じなんですが、なんとなくね、こうやっぱり聖騎士ですから、パラディエクスカリバーが似合うかなということで、エクスカリバーをあえて装備させて戦っている、そういう状態でございます。ですがこのように敵をあっさりとですね、撃破することができて、今回5連戦だったんですが、10連戦であったとしても同じように削り切ることができます。なんか面白いですよね。暗黒騎士はなんか敵の HP を削り切って、そしてこのパラディンは敵のブレイクを削ることで、なんかそれぞれのジョブの個性というものがしっかり出てるのかなっていう感じですね。ではここでちょっと簡単に、ジョブの方の説明をやっていこうかなと思いますが、今回はロイヤルガード、パラディンですね。パラディンでこのようにジョブアフィニティの方を見せているんですが、この辺 の、 そのジョブアフィニティの数値に関しては、装備だけではなくて迷宮のいろいろなそのモンスターたちの
ね、効果も加味された状態になっています。なので実際の数値は装備の方の数値を足してもらった形になるんかなということですが、詳しいことは動画の説明欄の方に書いておきます。これはパッと見の感じでこういう状態ですよという感じですね。で続いて装備の方ですね。このエクスカリバーという名前がまずいいかなっていうところなんですけども、エクスカリバーを装備させて、でそこに精神とかライトブリンガー中の予ブレイクとかをつけているんですが、中にはライトブリンガー中予ダメージとかも入っているんですが、この辺はあの装備兼用してるんですよね。暗黒騎士と装備を兼用していて、パラディンだけのところにはできる限りその状態異常の蓄積アップだとか精神とかを入れています。まあ、この靴に関しては精神がまだちょっと出てこなかったんで普通の状態なんですが、でアクセサリーも精神がっつりやってるっていう形ですね。ポイントとしては大剣士の心得が入っているので、コンボアビリティが結構自由に選び放題なんですよ。だツイスターとか破天好きみたいな特殊系の技を載せていますね。はい、ツイスター結構好きですね。なんか敵を追尾してやっぱ攻撃してくれるんで。でこの大剣士の心得にそのグレートソードマスターっていう効果があるから、それでなんか全部の両手剣のコンバビリティが使えるっていうやつですね。でコマンダーアビリティはオンスロートを乗せてブレイクを削りやすくしています。でインビジもクリティカルヒット時の効果が強化されるのでつけています。でマイティストライクで弱点をつきやすくなる。そしてまあライトブリンガーですね。ライトブリンガー中に予ブレイク量が増加したりするので、でさらにライトブリンガー中にインビンシブルですね、ナイトのアフィニティの効果が乗るので、つけているという状態です。まあそんな感じで、サポの文句じゃなくて、そうですね、まずジョブツリーですね。ジョブツリーの方を見ていきましょうか。でジョブツリーなんですけども、パラディンのジョブツリー最上位のところですね。でパラディンのジョブツリーなんですけども、ロイヤルガードの方を使っています。まあホーリーナイトでもいいんですよね。瀕死時効果乗るやつなんですけども、どっちでもいいと思います。でこの力と精神を振ってパラディンのジョブ適性をここで330まで上げています。330に上げることで400に到達するんですね。であとアビリティのところは予ブレイクを上げていて、でジャストガード MP 回復がっつり振っていますね。であと状態異常の蓄積アップを全開にしているっていう状態です。はい、まあ肝としてはやっぱり精神と状態異常のところかなと思います。というわけで今回はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。